とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、狙ってた装備、出ました。出ちゃいました。これです。パープルストームの、254。うん、これとこれが出たんだよね。うん、で、こっちが、最高。エンチャントの、ロールチャージと、クールダウンショット。これがね、ついてるやつを探してたんですよ。で、しかも、この、ショート棒のやつで。そしたら、うまいことね、無限までついて、出てきちゃいました。これ、本当に最高。めちゃ最高です。で、これで、カバンビルドをやるんだよね。羽と、カバン二つ、です。で、連射器を使って、四角三角バツ、あと、R2 を連打して、押しっぱなし。それで最強です。こんな感じ。こんな感じになります。もう常に、羽でぴょんぴょんしながら、このカバンを打ちまくるっていうやつだね。このロールチャージで3秒間チャージショットが打てます。で、チャージショットでクールダウンが発生するので、もう常にね、アーティファクトが使い放題の形でやっていくことができるんだよね。では、ここ行ってみようか。デイリーレベル3。ここが、ガントレット出るので、締め具の262が狙えるんだよ。行ってみます。はい。では行きましょう。ほんとこの弓はね、狙ってたのよ。うん。まあ、これに近いやつは持ってたんだよね。なんだったかな？なんかで持ってて。でもね、ショート棒じゃないから、効率が悪いんですよ。効率が。めちゃくちゃ悪い。なんで効率のいい、ショート棒を探してたんだよな。危ねえ。まあ、こんな感じになります。オッケーオッケーオッケー。めっちゃいい感じ。で、こっち側か。あ、これ A ボタンまでこれ連打してんな。A ボタンは連打じゃなくていい。あ、A じゃない、丸か。はい。とにかく敵がいたらもう、常にこれ。連射でいいです。わお！で、敵にね、不覚にも近づいてしまった時でも、この羽のダウンさせる能力で反撃食らうことがね、あんまりないんだよね。まあまあ、食らうには食らうんだけど。でも、だいぶね、マシ。ないなぁ。いくらね、ショート棒が、効率いいからって言っても、やっぱなくなるのよ。矢が欲しいんですよ。矢が欲しい。いや、出ないな。出てくれれば複製の書で、増殖するんだけど、出て！あ、出ない！あ、お、ガントレット。ガントレット。普通にね、出るやつでは、262が出ないんだよな。うわ、ここはきつくないか？いけるか？ちょっと待て待て、ウィッチがきつすぎる。はい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 、ウィッチきついな。しゃあ余裕余裕だけども、矢が全く出ない。うわー、これきついな。あと24本。いや、嘘、これきつい。いやー、ちょっと待って、変更がいた。まあ、変更いるけども、なんとかやっていきましょう。うん、変更と、なんか、対面からがついてたね。あ、ちょっと待って、矢が増えてる。ってことは、出た？出たの？矢が出たのかもしれないね。ちょっと一回複製の書で試してみましょう。なんか出てる気がする。このなんか連射器使いにくいな。使いにくい。久しぶりにね、引き出しの中から引っ張り出してきたんだけど、あったあった。どうだ？え？あ、あ、あ、待って、俺、なんか変なの撮ってる？あ、最悪だ。やらかした。完全にやらかしたな。もういいですよ。もうこのまんま。
行きましょう。まあ、55本あるんで、このまま進んで、で、途中で、矢が出たら、増殖していくっていう感じで、やっていきます。クリアするぞ。危なー、出た。よかった。出ましたね。これで、もう矢が枯渇することはありません。危ない、危ない。あんなに出ないとは思わんかった。よし。こんぐらいあればいいでしょ ?500 本あれば。ね。いやー、快適だわ。めちゃくちゃ快適。おいおいおい。まあ、たまにね、カバンで、氷しか出ない時が、たまーにあるのよ。その時はちょっとね、勘弁してってなるんだけど、もうそれ以外だったらもう本当に、めちゃくちゃ快適にいけます。これはいいね。最高。やっぱりね、無限がついてるっていうことが、いいね。あ、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 調子乗った。調子乗った。敵の HP が、なんか、バカ高かったら、ちょっといけないんだよな。オッケーオッケー。旗どこにある？まだ1個しか取ってないんだよな。この先か。結構もう、最後の方まで、来てるんですけどね。どこどこどこ？こっち？あ、いたいたいた！あー、危ねえ！死にそう死にそう！危ねえ！危ねえ！危ねえ！あれ？あ、もう、あれか！ボックスがいっぱいか。そうかそうか。もういっぱい持ちすぎだな。あれ？マジか！キャプテンが、2体しかいなかったね。いや、こういうこと結構あるんだよね。6体いなくって、うん、1体もいない時とかもあるもん。いやー、マジか。いいか。まあ、もったいないけど。クリアしましょう。一応ね、いるキャプテンは全部倒しました。全部倒した。だから、まあ、262ではないにしろ、260とかは、出ると思うんだよね。あー、忘れた。幸運つけるの忘れてた。やばいね。幸運つけてないと、ちょっとドロップが、心持ち、良くない気がするんだよね。まあこれ気分の問題なんだろうけどね。はい。まずここで、255の守護のトーテム。で、ここ締め具！あー、まあ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 、いいんじゃない？英雄アーマーの258。うん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 。こんだけパワーの高い鎧は俺初めてだね。能力は？いやー、いまいちだなー。いまいちだねー。これにはね、絶対ポーションバリアがいるのよ。ポーションバリア用の装備なんで、ついてないってなると、これは厳しいなー。いらない。いや、でも HP 高い。245万。うん。251の時よりも、いや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 、7万近く増えてるね。あ、70万か。うわ、めちゃくちゃ強いじゃん。エンチャントが良ければ、まあ、うん、どっか1個にね、ポーションバリアついてれば、あとはね、まあ、なんとでもなったんだけど、もったいない。今日は、ちょっと、ダメなやつが出ましたね。パワーとしては良かったんだけども。はい。まあ、とりあえず、今日はね、パープルストームの、クールダウンショットと、ロールチャージか。これがついてるやつを入手したので、使ってみました。めちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。うん。ただ、一発で倒せないような敵が来ると、ちょっとボコッとやられて死んじゃうので、そこはちょっと注意ですね。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。